マッシュルームプレゼンツ、いつみひな、幸せ簡単なレシピ。カールさん、皆さんこんばんは、いつみひなです。そろそろお腹がぐるぐるで幸せになりたいって時間、今週も心と体に優しいひなレシピ、皆さんの優しい心に栄養補給してあげてください。さてと、今日は28日、あっという間に1月も終わっちゃいますね。先日、毎月一度くらいは贅沢しようと、とある高級料亭に行ってみたんですね。そしたら初めて行くお店だったんですが、一元さんお断りって書いてあったんですけど、私一元じゃなくて泉ひなですって言ったら入れてくれました。よかったよかった。でも一元さんって人は入れてもらえなくてかわいそう。そんな一元さんにもひなレシピで幸せになってもらおうと、板前さんにどんなお料理があるか聞いてみたんです。そしたら、鶏の串揚げ、焼き鳥、鶏鍋、鶏そば、鶏のサイコロステーキ、鶏春巻き、鶏フライ、いろいろ鶏尽くし。あれ、なんと鶏料理専門だったんですね、そこのお店。偶然ですよ偶然。また鶏、飛びたい人にはたまりません。それで板前さんに、一番おすすめの鶏レシピを教えてくださいって聞いたら、あんた何者だって言われたんで、はい、いつみひなです、女優です、山形特命観光大使もやってますって言ったら、あ、そうか、一元じゃねえなら教えてあげますよって、あっさり教えてくれたんです。ということで、今日は料亭の味、鶏の燻製料理、スモークチキンをご紹介します。ではまず鶏を染み込ませるタレを作ります。ネギ、生姜、ニッキ、八角、塩、山椒、生石と水。生石って赤くさせる着色料ですけど、嫌いな人は避けてくださいね。一応教わったレシピそのまま伝えます。聞き逃しちゃったらひなレシピで検索してみてね。分量はいつものごとく適当に。板前さんもこう言ってました。適当だ。あ、でもね、それが個性を作り出すんです。いつも同じことをしてたんじゃ何の知恵も生まれねえですから。いいこと言うな。そういえば、インドカレーをインド人に教わった時も、スパイスの分量適当ね、色きれい思ったら OK ね、あと生ゴミ忘れます、ナマステと言ってみました。はい。とにかくそのタレを一度沸騰させて味をなじませます。そして冷ましてから鶏さんを丸ごと漬け込みます。沸騰させて冷ましてからというところがポイント。味がなじみやすくなります。あ、ところで鶏を茹でるときって大抵ネギと生姜を入れますでしょ。それって臭み取りなんですけど、じゃあ私たちもお風呂に入るときネギと生姜を入れたら匂い取れるのかなと思って、あ、そうだ、うちのじいちゃんがカレー臭とか気にしてたんで、ちょっとどうって勧めてみたんですね。そしたら、このバカ鶏がって叱られちゃいました。人間は違うんですね。まあいいや。それでバカタレじゃなくて、その冷ました方のタレに鶏さんを一晩漬け込みます。漬け込みすぎるとしょっぱくなりすぎてしまうので気をつけてくださいね。そしたら鶏さんを取り出して、そのタレは近所の方に差し上げて使い回しするか、もったいないけど捨てちゃって、ネギ生姜風呂上がりの鶏さんはバスタオルでちゃんと拭いてあげます。拭かないと煙が染み込まないので気をつけてくださいね。あ、キミちゃん、いらっしゃい。どうしたの、何かあったの。え、燻製するのに使うチップにしようと庭の桜の枝を折ろうとしたらお父さんに叱られた、バカタレって。え、キミちゃん、ワシントンだったらよかったのにね。でもダメだよ、桜は折ったら枯れちゃうから。それにね、今回は桜使わないの。ひなレシピではいぶすのはなんとお茶っ葉使うんです。お茶の葉と砂糖とサラサラお米混ぜて鉄板にのせて下からいぶします。あ、さっきの板前さんにお茶の葉はどんな種類かって聞いたら、うちの店じゃ日本茶使うねって言うんで、緑でも茶色でもいいのって聞いたら、緑茶の方が香りが多いってもんですよって言ってました。じゃあ茶っ葉に米を混ぜるのは均等に滑りやすくするためですよね。では砂糖はって聞いたら、あっしゃね、関わり合いのねえことでと言って、用事加えてストップモーションになってました。わからなかったみたいです。はい。そして飴の上に乗せた鶏さんを数時間焼いていくんですけど、煙が逃げないように蓋をかけなければいけない。あと茶っ葉が焦げちゃう心配もあるので、ちょこちょこ確認もしなきゃいけない。こういう時便利なのが燻製器とかスモーカーとかいうスモーク作り専用の容器、ご家庭に1台。え、そんなのない。ではその場合はたらいとかかぶせてって。え、キミちゃん何それじゃ全然簡単レシピじゃない。じゃあ簡単にする方法、味付けした鶏を1週間日陰干しして、それを蒸したら、はい、出来上がり。これも美味しいの。これ夏場だと腐っちゃうから冬場しかできないんですよね。やるなら今ですよ。でも1週間かかるって。そりゃ深みのあるものは一石二鳥じゃできませんよね、キメちゃん。鶏を言うなら一鳥一石だろ。ということで、スモークチキン、香里さんもお酒のおつまみにいかがですか。